三行通りより、静岡市庁舎静岡市役所は、地方公共団体である、静岡市の執行機関としての事務を行う施設である。2005年4月1日の政令指定都心以降に、伴い、市役所静岡庁舎の一部に、青い区役所が設置された。歴史静岡市役所庁舎の変遷施政施行直後、青井塔建設、昭和初期頃の静岡御用邸、天皇失業、 昭和初期頃の静岡御用邸木造庁舎が手狭になったため、1932年9、静岡御用邸敷地内に新庁舎建設が決まる。建設は競って決める予定だったが、設計は中村あたえすに決められた。しかし、中村の計画は、スペイン風の近代様式にするなど、元々の条件と違っていた。そのため公費も増額されたが、これが、 東海の主要都市の市役所としてふさわしいとされたため、施行に移った。施行は、活ツ組が担当して進められ、1934年に完成した。1934年10月1日に、静岡市役所として会長。1986年前方左側に新館が完成。2005年の3月末に、市役所静岡庁舎に機能が移転され、現在は、 市議会議場や市民ギャラリーとして利用されている。昭和、平成の大修理の状況以下の通りである。建築様式静岡市役所本館のドームは通称、青い塔とも呼ばれる。設計を行った中村新井助平が、市の王冠としての意味を担うものとして提案した。塔いただきまでの高さは42.4メートルで、ドームは緑ベースにモザイクタイルが貼られ、 正型等なモザイクが施されている。儀場のステンドグラスは、静岡市出身のステンドグラス工芸家である、小川未知の甥い、小川未が図案を制作した。思考は、村上海明堂が行い、未希の弟、木村心臓も関わっていた。国の登録有形文化財の経緯、逆パワハラ、静岡市職員自殺遺族、教師を提訴。 中日新聞2020年1月10日2時、2020年8月15日閲覧、ありがとうございます。